キラーの反則投げってことで。キャンプをしてる人間とかは、勝敗認められないっていうか、認めないっすよ。デススリンガーとかは別に卑怯じゃなかったです。ああいう楽しいゲームしたいじゃん。さっきはさっきのね人はね卑怯だったね。かなりちゃんとやってんの。ムカつくよな。何で近くで回復してんの。何だよ。近くで。あげえよ、救助する。今やんなきゃいい。サイド入ってるし。ロッカーってここにあったけど取れねえか。エンド終わった。ロッカーもロッカーある。ガキンキャラ、元気で、私もキャラで頑張ってくれ。トレンドも終わった？ってんのか。そこそこ終わってんのか。そうだ。
待ってさ。いや、まあ、いらねえわ、そんな。だらねえこと。いや、同じとこじゃねえ。天童子回った天童子交代入ったのかっていうか。なんでここ3回出してもらってる。やってねえな。ちょっと切れたら交代しろ。それを追いかけてくれ。まだ奇跡ってあるんだ。まだ戦える。二人が謎に緩和してると思ったっていう。あ、二人に憧れてる。これ切る。これで回る。これで。ここの位置はどうでもよかったんだ。ここをなぜ気にしてたんだろうっていう。見えてなかったのかな、真実の世界。ここなんかどうでもよかった。でもここを使ったから向こう。向こうが2箇所あるんだよ。そこを強引に回すと、回せない可能性が出てくるんだよ。フェフ側を使うことによって、意識の流れ、謎にここだけ。で、俺はここのエリアで走ってればいいんだから。こうすると、どっちか回る、まあ、どっちかまたは両方回るから。新しいデッドバイするんだよ。最後に何だろう。楽しいデッドバイ。走れるとどうすんだ。してんだろこいつ。ちょっと疲れるわ。邪魔ですかね。ビームプレイすればいい。2人が同じ位置に行かない。エース引きつけてる間ラクロフト上げる。ムカつくよな、こういうやつは。エースみたいなやつよ。マジムカつくよな。時間稼げっていうの。最悪だろ、自分が生き残る根性丸出しで、こっちの回復ができない。これや、これや、ヒロシャンダルバナスバス。よし。なんでベルモンドなんだっけ。
なんであそこが見えるの。危ねえ。帰るわ。うん、勝ってよかった。仕事量俺あったよ。本当に仕事